どうもボビー・アトレザーのボビーです、えー、ボビー・アトレザーのボビーのフィロソフィー・オブ・ライフ第181回目の放送が始まりました、えー、ここボビー・アトレザーのアトリエからですね、えー、お届けしております、えー、今回ですねまあ,あ、えー、今日木曜日ということでですね作品の話ということでですね、えーきえー、前回のですね、えー ハットの,のね、えー、制作秘話のね、えー、動画をの、ね、ご覧いただく方でね、そのままハットの続きですけどもね、はいえー、今回ですね、レザーハット、バッドボリスネオ、ほやほやですよ、ねえー、そのホットな情報をですね、えー、お話しさせていただきたいなと思います。えー、ちょっと待ってね、これね、出来立てのほやほやですよ。 ね、バッドボリスネオです。ね、えー、まあ,あ、まあその由来というか、あまあボビーアトレーサーらしい一番らしい作品かなとも思いますね。えー、まあ、あね、バッドボリスって何ってねあると思うんですけどね、バッドボリスこれですね。えー、これがバッドボリスですね、えー。まあ、今まあ僕がこう被っているのはまあ。 えー、バルハットネオですね、えー、これバッドボリスの初代かな。うん、まああのー、要するに、えー、レザーをですね、えー、こうまあ通常は歯切れと呼ばれてるものなんですけど、まあ、僕はもうそれを歯切れと言わずにもう一つのアートだと思,思ってますんでね、えー、その素材をですね、えー、フルに。 僕がだっうまみのようなところなんでねそれを、えー、パッチワークのようにね構成して、えー、一つのね、えー、作品をに作るっていう感じで、えー、唯一無二の、ねえー、ハンドステッチの作品ですけどもねでもともとですね起源、えー、はですね、えー、まあ今日はそのルーツもお話ししましょうかね。えーまあ ね、アーカイブでもご覧になる方もいますしね、まあ、ブログを何度も何度もお読んでいただいている方にはね、えー、まあお分かりることだと思いますけども僕のこの肉声でですね、えー、お伝えするのもおありかなと思います。でね、えー、これはね「ボリス」っていう名前にしました、えーね。最初作ったのはこのバルハットネオがまだ誕生する前ですかね。えー、なんかこう んキャスケットとかでも最初やろうと思ってたんですけどキャスケットはちょっとやめましたけど、えー、なんかね、えー、独自性能っていうか革ジャンとかではねこういうあの革のこの橋のねこの縁側っていうんですかその場所をこうコラージュして作ったジャケットとかレ,レ,レザーパンツとかですね、えー、ずっと作ってきたんですけども。 えー、それをですね、えー、ハットで活かせられんかなと思って、えー、このバルハットを、えー、元にですね、えー、作ったのがこのボリスっていう名前でしたまあこういうカスタムなものをボリスっていう名前にしようと最初をつけてたんですねなぜボリスっていう名前にしたかなまあわかりやすくてこの写真のようにねフランケンで言ええやないかとね フランケンハットハッットトフランケンフラランンンンケケってね名前の方があしっくりくると思うんですけどねこれね遡ればね長い話になるんですけど、まあ、ちょっとお話し,しますんでお付き合いくださいあのー、まあこのお写真のようにですねまあこれはあのフランケンシュタインのね、えー、写真ですねちょっと僕はちょっとフォトショップで当時ねちょっと、あのー、シンボリックになるイメージとして作ったんですけどもあのー えー、このフランケンシュタインのですね映画の役者がですねボリス・カーラフっていうんですねっていう俳優っていうか名優、ね、なんですね。えー、そもそももともとですね、えーまあ、こういう、ね、革細工とかそういうのに出会う前はあていうかもうこ子供の頃ですよ近所の本屋さん、ねえー、行った時に、えー、あっ カーマン SF 博物館っていうねあのちょっとマニアックなあ本が売ってたわけですよあのこうね、えー、当時その僕はあの絵本っていうかなんか写真が載っているいっぱい載ってるような本しか読まなかったんですねまあ本文字があんまり好きでもなかったし、えー、写真とかああいうねで飛び込んでくるものが好きだったんですねでまあ特設とか SFX っていうねものがもう異常なぐらい好きなんででまあそういう中でですね出会い 出会って一冊の写真集なんですね。多分まだ実家にあるかもしれませんね。捨てられてなかったらね、うんえー。その赤間 sf 博物館というね。本を買って、えー、パラパラ見ていくわけですよ。メトロポリ古いやつやったらメトロ,メトロポリスね、えー。調べてください。すごくいい映画よ。僕もあの大人になってっていうか。まあこのネット時代になってやっと見れたけど、メトロポリスっていうのはどんなんなんやろう？っても当時その初めて。 えー、作った SF 映画みたいなもんなんでしょうね近未,来、うん、近,近未来のイメージっていうかその、ね、未来の人がじゃあ過去の人が描いた近,近未来はなかなかええ感じなんですよねあのほらあのスター・ウォーズの C3PO のねデザインの元になった感じかなメトロポリスのねあの,しあのロボットっていうかね。 でそういうふうなめくっていきながらですねこうま,まあ最近ではマーズ・アタックとかあるじゃないですか最近でもないんかもあれね僕からしたら最近なんやけどああいうミュータントとか宇宙人とかねあの銀色のインチキなのの円盤とかああいうなんかでも大好きですね <laughs>、うん、宇宙大戦争とかねでまあ,あそういうふうなページの中にこのフランケンシュタインの写真がこう載ってましてそこにボリス・カーロフって書いてたわけですね。 それでですねその名前が「ボリス」っていう名前が何とも子供心の僕にとってはです、ね、刺激できたんですね。うん、でまあそこからですね命名、えーまあ、したっていうね、まあ話にななりましたけどね、えーまあ、ボリスという名前の由来なんですね。あのー、なんかこう濁音で始まるといいじゃないですか。 なんかまあボビー・アトレーザーもまあ濁音ですけどねまああのそういうあのなんかこうダークなものに憧れてるとこが一面もあるわけですよいろんなこれ要素があるでしょ人にはそういう,うなんかそういう黒い面っていうかなんかどす黒いとこ、ね、そういうとこにねえをこう注ぎ込む力こう吐露するっていうんですかあのそういうのにねえすごくう なんかかこううときたっていうかねそれでまあこのボリス・カールフの命名でねでボリスっていうのをこれ誕生させたんですねそっからあー年月経ってえこのねバッドボリスになるんですねあの最強なぐらいのね <laughs> 感じでえまあこれはこれでねあの何個かね作らせていただきましたねあのねやっぱり一つずつがね違うんですよややっっぱぱりりこうやっぱあのー レーザー自体も変わりますしレーザーのねその時の,とあのほら表情っていうのは天然のものも僕使ってるのでそれがレ、えー、っとまたねこれがまたいろいろまたこう見てみてくださいあのホームページねここのこ,こう見た方がいいかなこれこ,こ,これねここに、えー、QR コードありますんでね、えー、かざしてもらったらですねスマホであのまこれをパソコンでご覧の方ですね、えー ホーームページに飛びますんでねそこのおこうどこで、えー、ハットっていうのを見たらもううわっとありますからあのー、あのー、刺激的な作品がいっぱい持ってます手元にねあればいいんですけどね、あのー、全てね、あのー、ソールドし,ますしてますんでねで、あのー、自分用にも欲しいなとずっと思ってるんですけどね <laughs> あのー、ねやっぱり、あのー、後回し後回しでうん。 ねえまあ、サンプルみたいなのはそこにありますけどねえまあそれまあ原型というかこのバッドボイスができるまでのお原型はありますよ、うん、誕生するまでのね、うん、そ,れを見なそれをこう触りながら触りながらあー形に行き着いたんですけど、ね、まあまあ,あのこの全体のフォルムっていうんですかね、うん、なかなかこう開発には時間かかりましたね。 でまあ、こ今回のね、えー、オーダーいただいたお客様がですね、あのー、ちょっとこうしわっとしたようなこうクシュクシュっとした感じの悪そうな、ね、感じのハットをあのイメージされててねでまあ,あどういう風にしたら一番いいかなということですね開発させてもらいましたね。な、あ、な、のーまあねねえー、なかなか贅沢な あ,あれですよ塩っていうかえー、っとこまあこれまあはっとあるでしょうこのはっとの皮の上にまた、えー、これはね、えー、柔らかいね羊のちょっとまあ,、うん、あ半艶消しな感じかなもう表情のねそれをですねしわ針っていうんですかねあの乱針よくほら職人さんが。 表現ね、えー、こうしわ張りってこうくしゃくしゃにしたような張り方でね壁に貼ってもらうような感じ,あるじゃないですか。あるじゃないですかそういう感じの分でレーザーでね、えー、こういうふうに、えー、何ですかもうしわもうそれもねこれバランスなかなか大変なんですよねこれねあのこ,れここにセンスがまたいるわけですよ。うん、でまあ,あのちょっとこういい塩梅っていうのを探りながらですね、えー こう貼り付けて歪めながらっていうか、その浮き出る感じの高低差もですね。いろいろ考え耳ながらですね。多分まあこれもかぶっていってるうちにそのしわり具合がまだあのうね,りうねりが変わってくると思うんですけど、皮も育ちますしね。うんでこの出っ張ったところとかやったらね。そこだけツヤツヤになってくれるらしい。 で、そんな感じで、こういう感じでね、作りました。まあ、動画とかもね、え、YouTube にもアップさせてもらてもらいましたし、え、SNS のフ Facebook、このね、Facebook でも、この放送始まる前にね、アップロードはしてますんでね。まあ、このおーおー放送っていうか、この配信のですね、エンディングにはですね、今回の、その、バッド・ボリス・ネオのですね、スライドショーをね、 をあのご覧いただきますんでねお楽しみにということでえー、まあでこんな感じですね、えー、誕生しましたね、まあ、あの正面から見たらこんな感じですね、うん、なんかこう血管が浮き出てるような、うん、そんな感じですかねなんかこううーっと怒ったような感じの、うん、な,んかなんかこうロックスターにはね <laughs> えー、こういうのをねかぶ、えー、ってあの激しいギタープレイをしてもらいたいですねはいねこれ斜めから見たところですねまあところどころにアクセントしとして、えー、ハンドステッチをね、えー、加えてますねまあ違うとこから見たとことですねやっぱりねこの陰影とかがねやっぱりこうまだ表情がね出るんで、えー、やっぱ綺麗なと思いますね美しいですよ本当に。 まあそんな感じでねで、あのこのスライドショーを作りましたんでね,えねお、お分かりの時にですね、これをご覧いただこうかなと思います。あね、徳山さん、ありがとうございます。お疲れ様です。これはかっこいいわ。ありがとうございますねあの。そういう風にね、言っていただける声があるから、僕も次へ次へと向,き向,き向いけるわけですね。 うん、あのー、この作品はですね作らせていただいてね本当にね、あのー、刺激的でしたね、うん、チャレンジな感じもしましたしあ最初は頭でこういろいろ描きながら多分こうすればいいやろうなということを自分で、えー、描きながらね、うんまあ、これのね、えー、まあボビーア・アトレザーバー,バージョンのも次のね、えー、これ001ですね。 シャープですけど第2弾,第3弾で、ね、やっぱこうディアスキンとかで使っても面白いやるしまあここからまた変化させていくのもありかなと思いますしねまだこう時間をね見ながらずっと時間と相談しながらですね生み出していきたいなと思いますんでね楽しみにしてくださいそれではですね、えー、このレザーハットね、えー、バッドボイスネオンですね えー、スライドショーですね全体のねこの全体のスライドショーですね、えー、ご覧いただきながら今日はお別れしましょう。また あし、ね、日,日から金土日と週末にかけてですね、えー、まあ趣味の話とか音,、えー、音楽の話とかいろいろさせてもらおうかなと思いますしね、えー、まあ日曜日はまたちょっとひょっとしたらあのまたあのパスになるかもしれませんけどもね、うん、まああのそういう感じで緩くね、えー、おつあのお付き合いいただければと思います。それではね「BOTVOYSNEO、えー」バボイスネオのね、えー、スライドショーをご覧ください。 それえー、ボビーでしたじゃあねバ